フットサルを楽しむために、チームの約束を守りましょう。1、当たり前のことは当たり前にする。助け合い、譲り合いをしよう。3、後輩の世話をしよう。試合の時はゲームアクションをしましょう。1、ボールを奪われたら1秒以内に取り返す。2、リスタートは1秒以内に行う。3、最後の1秒まで全力でプレーする。練習の時の感染予防のルールです。1、練習前と練習の後に手洗い消毒をすること。2、咳をするときはエチケットを守ること。3、集合などのときは手が届かない程度に離れること。練習のときにまた会えることを楽しみにしています。